2014年冬季オリンピックの開催地選考では2014年、冬季オリンピックの開催地が選考されるまでの経緯について記述する。2014年冬季オリンピックの開催地選考には7都市が立候補した。IOC の理事会による一時選考で、ロシアのソチ、オーストリアのザルツブルク、韓国のピョンチャンが正式立候補都市に選出され、2007年7月の 1> 第119次 IOC 総会において措置が開催地に選ばれた。2006年6月22日に行われた一時選考を通過した3都市は詳細な開催計画を記載した立候補ファイルを2007年1月10日までに提出した。同年2月から4月には IOC の評価委員会が各立候補都市を現地視察し開催地決定の1ヶ月前に 視察の結果を記載した各都市の評価報告書を公表した。開催地を決める投票は2007年7月4日にグアテマラの首都グアテマラ市で開かれた第119次 IOC 総会で行われた。1回目の投票で最小得票だったザルツブルクが落選し、2回目の決選投票でピョンチャンを4票差で破った措置が開催地に選ばれた。 国会の海岸に設置された措置の招致ロゴが描かれた看板ピョンチャンにとっては2010年東京オリンピックの開催地選考において1回目の投票でトップに立つも2回目の投票でバンクーバーに3秒差で敗れて開催を逃していただけに今回は大本命とみなされていたが今回の開催地決定投票でも4年前と同様の出来事が起こってしまった 一回目の投票で、どの都市も過半数の票を獲得できなかったため、最も票の少なかったザルツブルクが落選。36票を獲得して、トップだったぴょんちゃんと34票を獲得して2位となった措置の決戦投票では、ザルツブルクの支持票が措置に流れ、51票を獲得した措置が開催地に決定。ぴょんちゃんは47票にとどまり、 またしても開催権を勝ち取ることができなかった。メディアを再生する2007年7月4日、グアテマラシティで行われた IOC 総会で措置のプレゼンテーションに登壇したロシアのウラジミール・プーチン大統領開催地の選考過程は各国のオリンピック委員会が国際オリンピック委員会に申請書を提出して開始する。 立候補の申請締め切りは2005年7月28日で、各申請都市は2006年2月1日までに、開催計画の概要を記載した申請ファイルを提出した。IOC の作業部会が、各都市の申請ファイルを精査し、オリンピックの開催能力のある都市を絞り込み、IOC 理事会が2006年6月22日に、正式立候補都市に選出された都市を発表した。 正式立候補都市に選出された都市は次の第2段階に進むことができる。各立候補都市はより詳細な開催計画を記載した立候補ファイルを2007年1月10日までに IOC へ提出した。IOC の評価委員会が各都市のファイルの精査を行い、その後2007年2月から4月にかけて各都市を現地視察した。視察の結果をもとに評価委員会は 各都市の評価報告書を開催地決定の1ヶ月前に公表した。2007年7月4日、グアテマラシティで開かれた第119次 IOC 総会において開催地を決める投票が行われ、51票を獲得した措置が開催地に決定した。2006年6月22日、IOC は一時選考の結果、措置、ザルツブルク、 ぴょんちゃんが通過したと発表した。各国オリンピック委員会に承認された都市は、申請都市として IOC に立候補を申請し、申請ファイルを提出した。しかし、IOC による一時選考で、開催地として必要な能力が足りなかったために、以下の4都市が落選した。2014年冬季オリンピックの開催地に意欲を示すも、正式な立候補には至らなかった都市である。 各申請都市が IOC に提出した申請ファイルに記載されていた競技会場のリストである。なお、措置については開催地に選ばれた後に IOC の提案によって変更された会場もある。下の表は各項目における基準に基づき各都市の能力の最小値と最大値を表している。表を見ると、ぴょんちゃんとザルツブルクの宿泊能力が非常に高いことがわかる。 ありがとうございます。